え、岡さん行くんすかみたいな連絡来たりするんですよ。へえ。いや、そりゃもう俺、木島亮介見てるから行くでしょっていう。行くやろ、そんなん、最後まで。そうっすよ、なんかね、僕、そこってやっぱ、讃岐の時の、先輩たちっていうか、年上の、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、もう諦めの悪さっていうか、俺はまだできんだぜっていうのが、なんか1年間ずっとあったから、試合出れへん時もめっちゃキレてたし。そういうので、なんか自分から引退っていうよりかは、もうなくなりましたっていう、もう、チームがないから所属ができへんっていう形で、で、まあ、世間的にはまあそれは引退ということで勝手に判断してもらったらいいし、そこ結構でかいかもしれないです。なんかトライアウトって、めっちゃなんか嫌やとか、なんか足元見られるんちゃうかとかって言うやつも、いるかもしれないですけど、全然そこに、なんていうのかな、執着というか、重きを置いてないというか、本当に、やりたいなら受けに、参加するもんっていう意識なんで、ごく普通なんですけど、まあ年齢とかあるんかな。まあでいも、や、なんだろうね。わかんない。別にいいんだよ。あんま気にしなくて。好きそう、なよ俺うにはでき気るにわ。せず、もう、自分ではやめるっていうか、引退セレモニーとかしたいですけどね、実際は。もう、パって気持ちが折れて、みたいなのとかで、もう俺はサッカーはいいや、ってなって、最後、引退セレモニーで家族に花束もらって、みたいな。もう、した一方、もう長い人生見たら、あがいてる方がもうネタになるし、ネタになるっていうか、あがいてる方がやっぱ自分らしいなっていうか、もう、さぬきのとか自分のサッカー人生で脈々とこう感じてきた、受け継がれてきたというか、勝手に自分が思ってるサッカー選手の像ってそういう感じなんで、やれるっていうか、チャンスがあるかもしれへんのなら、狙いに行くっていう感じで、今年もわざわざ栃木まで来ました。ちょっと明日頑張ってくれよ。明日しっかり、ほんまに、まあ、どこのチームなんですけど、岐阜も1週間しっかり、トライアウト組のために選手も来てくれて、練習ちゃんとしてくれたりしたんで、まあそういう人たちのためにもやっぱ、後悔せえへんように、なんかこう緊張してとかいいプレーしようとしてとかっていう感じじゃなくて、ほんまに、もしかしたらラストの試合になるかもしれないんで、そうだよね。そ明日う。がほんま岡のに、引退試合かもしれないからね。そうなんですよ。だからもう、自分が、こう、100%っていうか、こう、言い方難しい。好き勝手にするわけじゃないですけど、こう自分が持ってるもん全部出すだけやなっていう気持ちでやります。なんか、取材みたいなのあるじゃん。ります、あります。なんか去年は安田みちとかでした。安田みちと高崎さん。今年誰かわかんない。その時に俺、どういう気持ちでやりましたかって言われて。あ、もう、引退試合だと思ってやりましたっつって。ほんま引退試合かもしれないですからね。ほんと。そう。ね。だまあ、から、白まで引やった方が退いいし、よ。そう、ほんまに、でもまあ、センターバックなんでね、でももう学びすぎじゃないですかね、ゲーム。ああ、確かに。もうみんな攻めたいで、ディフェンス2人しか残ってへんみたいな確かに。感じだと思うんで、まあそこで、同じチームやったやつに、もう自由にやらせて、俺も自由にやるわって感じで。なんか最初の気まずいロッカールームとか結構好きなんですよね。もうシーンとしてる。誰も知り合いない。あの雰囲気とかも、うわ、サッカー選手やってんなーって思いました。あ、
そう、誰かしら知り合いいるけど、おい、キージーって言われるけどね、俺。いや、キーさんはね、僕はあんまりいなかったなぁ。そう。徐々に喋っていくって感じでしたね。あ、でも、ここの前は、ミチがいたんで、話しましたけど。サヌキからの時なんて、もう、一人だけやったんで。まあ、今回、岐阜の選手、3人ぐらいは、明日一緒なんで。はい。結構、岐阜も、十何人クビになったんで。ああ、そう、そんなにいいんだ。はい。まあそうだよな、順位悪いとそうなるよな、入れ替えようってなるよな、はいはいはい、うん、で大学生に 10人ぐらい入ってるしもう今年1年のさ、岡的に一番良かったゲームは、良、はい、かったゲームか、もちろん自分出てたよ、見ててとかじゃないよ、あ、自分が出てて、あと3節の富山戦かな、かなりいいゲームできたし、自分もこうコンディション的にもこうプレー的にも自分でもしっくりくるもあったなっていう感じの、先制されたのか、先制されて、うん、で前半のうちに取り返してで後半2点追加してっていう、なんか逆転できたし、試合運び的にも良かったし、うん、まあ富山ってやっぱこう石崎さんで結構こうに、2年目ぐらいでチームもこう結構完成されたみたいな感じの、戦術が浸透してるチームで、結構自分たちもこう試合やる前は強いんちゃうかなと思ってたんですけど、まあ強かったんですけど、まあ自分たちもしっかりプレイしながら、失点してからもしっかりゲームを運べた試合だったんで、一番かな。あれはチーム的には別に出ても出てなくてもいいよ。あ、出てなかったら、どこやろ。結構出てなかったからな。半分ぐらい出てなかったからな。半分は出てなかったからな。どこやろ。あ、でも、アウェーの、宮崎戦とかはやっぱ、暑い中でも、こう、やっぱ、こう、最後にこう攻撃がめちゃくちゃ良くて、その試合、まあ、守備、もちろん守備がいいから攻撃も良かったんですけど、こう連動しながらこう崩してゴールが取れてた試合かなって、4点取ったんで、4-1 っす、そうね、サイドバックがクロス上げてサイドバックが点決めるみたいな、だからみんながこう、動けた試合で全員が絡んで、っていう試合だったんで、あれ試合はもう僕ベンチがやったんですけど、あの 家で見てて、岐阜めちゃくちゃ強いやんってなりました。一番印象に残ってる試合は、天皇杯、ガンバと試合して、前半 2-0 で勝って、前半速攻2点決めて、ほんで1点取られて、で後半のラストかな、後半の半ばぐらいにもう1点決まりで2になって、後半ラストタイム裏出たボール追っかけてバックパス、僕のパス弱なって、かっさらわれて3人で負けた試合、これが一番印象、これバリきつかったっす、ほんまに。うわー、それはやばいな。これはやばかった。でも、なんかこうまず、レアンドロ・ペレイラがスタメンやったんですよ。で、ついてて、うわ、でかいし、速いし、強いし、足元結構あるし、もうヘロヘロやったんですよ。でも、2-2 か。2-2 で、最後も、ガンバも勝ちに来て、パトリック出してきたんですよ。もう、その時はもう、これは終わった思いました。もうめっちゃ体強いです。やばかった。ね、競り負けたとかじゃないんだ、バックパスなんだね。バックパス、あの、取ったっていうか、さっきにも予測して、パーって走ってたんですけど、もう足疲れすぎて、ポーンって出したつもりが弱くて、やっぱその、サッカーのその、心理というか、その、もう一回ちょっ
1分前からに同じ場面あったんですよ。裏に出たボール、僕が先に触ろうとして、キーパーに下げるふりして、抜いたんです。で、押しと思って、で、しっかりつなげたんです。で、次に、その外国人ってやっぱこう、無茶に来て、ファールギリギリで足出してくるんちゃうかっていう、なんかこう、思ってもうて、そこでも負けたんですよ、もう。同じプレイしとけば、最悪外に出て、もう一回対応できたのに、ただそのパトリックっていうのが頭にあったのと、疲れてるっていうのと、気持ち的ななんか弱さが出て、バックパスしてめちゃくちゃ後悔した。そっからキーパーにバックパスするとき、よっぽどのことないとバックパスせえへんのよ。距離全然なあったの？距離はあったの？いや、ペナーから5メートルぐらいのところで、もうチョーンって返して、ね、ボーン蹴ってもらおうなところが、パトリック、それ狙ってた、やっぱ。ピューって走って。だからそこは、その試合はほんまに、帰り、めっちゃ疲れてて、まあ、10時ぐらいに、10時とか11時ぐらいに出たのかな。延長の後半まで出てたんで。もうみんな爆睡したんですけど、俺もう悔しくて、もう岐阜まで一睡もできなかった。でもやっぱそこでもやっぱサッカーやってるなーって思って。サッカーやなー思って。